思い出のツミプラレビュー集。アクト長谷川。鉄腕アトム。飛翔姿勢。空を越えて、ラララ、星の彼方。鉄腕アトムとは、漫画の神様と言われる手塚治虫先生の SF 漫画を原作とした、日本初となる国産テレビ漫画シリーズ第1号なのでおます。1963年に始まったモノクロ作品の第1作は、現在の30分ものテレビアニメの原点とも言うべき、オープニングとエンディングの間に、本編とコマーシャルを挟むというコンセプトが実装された偉大な作品だったそうな。1980年に始まった第2作ではカラー放送となり、アトムと同じ設計図から生まれたアトラスとの戦いなど、今でも人気のエピソードが多い作品なのですよ。そうだそうだ、クリームソーダ。21世紀を舞台に、常時海パン姿のガキンチョロボが、陸海空、さらには宇宙にまでも飛んでいって、ドッタンバッタン大騒ぎする国民的テレビ漫画だったんだい。とにもかくにも、クリーンな原子力を動力として動く、人間と同等の感情を持った無敵のロボットが活躍するというストーリーは、当時のガキンチョに多大な影響を与えちまったもんざいもん。俺も将来、アトムみたいなロボットを作りてぇ。などととちくるって、ロボット工学者への道を志した連中も数多く存在するパティーン。彼らが、日本がロボット先進国と呼ばれるようになる礎となったと言っても過言ではないのでござりまする。嘘こけー。アトムは、天才科学者、天魔博士が作った少年型ロボットなんどすえ。博士の息子のトビオが事故で死んじまって、それを嘆いて土地狂った博士がなんやかんやで作り上げ、天魔博士の息子の名を付けられて、博士の元で幸せに暮らしておりました。しかーし、よくよく考えりゃロボットは成長しないよね。てか、ロボットは人間とは違うよね。遅まきながら冷静になった博士は、急速に愛情が冷めちまったもんちっち。冷めたピザなんかいらねえや。ロボットをサーカスに売り飛ばしちまったのでありんすよ。チャリーン。その後、お茶の水博士に救われて、温かい家族と友達によって平穏な生活を得たアトムは、世界の平和や家族たちを守るために、平和を乱す者と戦うことを決意するのでござんすよ。はい。そうだっけ？巷では、万能とも言える能力を持つ、アトムの性能面ばかりが誇張される傾向なのだけれどもね。作品が持つ本来のテーマは、ロボットを虐げる人間と、虐げられるロボットの対立と差別という重いテーマなのでして、万能の力を持ちながら、人間と同様に思い悩むことができたために、ロボットへの対立や差別に悩み苦しむという重っ苦しいキャラクター性は、発達しすぎた科学は、生み出した人間そのものを滅ぼしてしまうのではないだろうか。という、科学を盲信する人々に対して、警鐘を鳴らすような内容を叩くんでいたりした問題。その背景には、戦争経験者としての、原爆などの負の遺産による不信感もあったものかと思うのねん。単なる科学賛美ではなく、近代文明の発展によって生み出されるものは、必ずしも良いものばかりとは限らず、時として害となる側面もあることを、暗に示唆する内容となっているのよ。そうなのよ。そのため、21世紀の話なのだけど、実は、未来の21世紀ではなく、数万年前の過去の21世紀であり、鉄腕アトムの世界の人類が滅びていることなどが、原作では語られているのでござりまする。そうかそうか、よかったね。鉄腕アトムのアニメ化の際には、手塚プロダクションの動画部を、1962年に虫プロダクションと解消してことに当たったわけなのよ。でもねでもね、当時の日本のテレビ漫画はフルアニメーションが主流の時代。総勢10名にも満たないスタッフでだよ。毎週放送される作品を作るのは無茶が過ぎるよ本当にね。仕方ねえんで、独自のリミテッドアニメの手法を編み出すに至り、この手法が、現在の日本のアニメの主流になったわけなのさ。まあ、当時は紙芝居アニメとか揶揄されてたらしいのだけど、この手法により、従来のアニメ作品と比べて、大幅な時間の短縮と経費削減が可能となったのですよ。パないねえ。だが、しかーし、動画漫画大量に作画の枚数を仕上げるという過酷な労働状況は、まさにこの時作られるに至り、また、手塚先生が、作品1本につき当時の55万円という制作費で売り込んだことが、虫プロの制作部、いやさ、アニメ業界の首をも締め付けることになったと言われているのでございます。どういうこと？まあね、手塚先生に言わせれば、当時の普通のテレビ番組の制作費が50万円程度だったもんで、そのレベルの値段にしなきゃ、鉄腕アトムのテレビ漫画化なんて、到底実現しなかったのにちげえねえと来たもんよ。値段を安くして売り込めばだね、他社との差をつけるにも有利で、うまくいけば、業界をも独占できるかもしれないという目論みもあったらしいのだけどもね。実際には、鉄腕アトムの成功を見るにつけ、続々と競合他社が低予算のテレビ漫画に新規参入してきたのですよ。あいたたたー。いやーん、マイッチング。現在でいうところの、安い制作費と版権収入でアニメ化するという、鉄腕アトム以降続いているビジネスモデルは、ありていに言えば、手塚先生がやり始めたことなのねん。実際、
虫プロダクションがテレビ局から受け取る制作費は、実際にかかった経費よりも大幅に下回っていたそうな。手塚の親分が安い制作費で受注してだよ。その赤字分を関連商品の著作権収入で補い、そんでもって資材も投げ売ってるって言うんならさ、その親分の下で働くクリエイターがだよ、あれやこれやと、文句を垂れるわけにはいかんでしょうよ。そうだよね。そうだそうだ、そうかもしんない。それでもね、漫画の神様がアニメに情熱を注いでんのなら、じゃあ俺たちはついていくだけだと、当時のアニメーターたちは発給でもついていってたらしいのですよ。まあ、ここんところは昭和の職人の心意気ってやつだよね。ところがぎっちょん、虫プロじゃ、後に社員総会が開催されて、初心通りの作家集団のままでいるのか、それとも、利益追求そのものを目的とする企業体制を固めるかが、何度も何度も話し合われた結果、大多数の社員が後者を選んじまったんだよね、とほほほほほ。手塚先生はこれに失望しちまって、虫プロの社長を辞任しちまったのでござんすよ、はい。なんだかなぁ。手塚先生が亡くなった後も、業界のシステムに全く変化はなかったもんちっち。先生が亡くなった際には、てっきり大きくテレビで取り上げられるのかと思いきや、全然そんなことはなかったのよね。取り扱った番組は少なく、先生が出演した回をテレビ探偵団が追悼放送したくらいだったっけ。先生曰く、西武ライオンズのマスコットはレオの父親の患者であるから、レオ軍団というのは間違い、などの発言が物議を醸したものなのよん。私だけが、知っている。漫画だのアニメだの言ってもね、当時は巷が大騒ぎするようなもんじゃなかったのですよ。残念無念冷やそうめん。で現在、平成の世の中でも、精神論じゃお腹は膨れねえのでございやす。アニメの制作費自体は、やや改善されたという見方もあるのよ本当かよ。とはいえ、仕事量。つまり、コンテを大量に切ったり、作画枚数を増やさなくちゃ食っていけないのがアニメーターの常でして、いくら絵を描くのが上手くてもね、作画のスピードが遅いってんで、漫画家とかに転向する方は現在も多いのですよ。参ったね。お手手の節と節を合わせて、節合わせー。手塚先生のことが知りたい方は、岩波書店の僕の漫画人生って本がおすすめ。軽くノスタルジーに浸りたいなら、ゲームボーイアドバンスのアストロボーイなんかがおすすめざんす。このゲームは、手塚キャラが作品の枠を超えてワンサカ出演するので、秋の夜長にゃー、ぴったりのゲームなんどすえ。すてまだー。キットの値段は800円。90年代に入り、長谷川さんはキャラクターキットを、アクト長谷川というブランドで発売していたのでございやす。特に、鉄腕アトムのプラモデルシリーズは、香港のドラゴンモデルズとの共同企画で商品化されたキットだったりしたもんよ。当然、海外でも流通しているわけなのさ。鉄腕アトムは、海外ではアストロボーイの名で放送されて大人気。放送終了から時が経っても、その人気は衰えを知らず、プラモデルも当然人気だったってわけなのさ。その通り。キットのデザインベースは、カラー作品の第2作だと思うのよ。モノクロ作品の第1作なんて言ってもね、ガンプラブーム世代の俺らなんて、街のあちこちに散在する錆びた看板に書かれたアトムやら、ノベルティグッズのアトムくらいしか知らんのよ。アトム的なものとしては、ジェッターマルスを見たくらい、第2作も初めは見てたのだけどもね、当時の水曜日の夜7時と言ったら勘のいいやつは覚えてらーね。そう、ドクタースランプあられちゃんが始まると見なくなっちゃったのよね。あいたたたー。それを言っちゃーおしまいよ。きっとは、10センチほどの飛行状態のアトムを再現した代物でして、箱を開けると、ペットの餌入れみてえなでかい飾り台が目を引くのですよ。わけわかめ。アトムのフィギュアと飾り台は、2ミリ系の透明な支柱で繋ぐ仕様。アトム本体には穴が開いてないもんで、解説書には、チンコのあたりに自分で穴を開けろと指示があるのよ。参ったね。でもね、まあ、なんだ。支柱がくねくね曲がるもんで、しっかり接着しねえとポーズが決まらなかったものよのう。よく見や、作例は金属パーツに置き換えてんじゃないかしらん。支柱を刺す部位も、解説書の指示と全然違ってたりしたもんよ。それはともかく、組み立て自体は簡単でして、各部を接着したら合わせ目を消して塗装するだけ。超簡単。目の部分は紙製のシールとデカールの選択式なのだけど、筆で塗った方が感じが出るものかと思いやす。まあ、簡単なキットなんで、ぜひ作ってみてごらんなせい。地震の時なんかは、面白いように揺れてくれ上がりましたのですよ。こんちくしょう。その後落ちて壊れたけどね。やはり、モナカ構造を活かして、目や足に電飾を組み込むのも良いかもよ。脚部に花火を仕込むのも鉄板。実写版の鉄腕アトム以降、アトムと花火のネタのインパクトは絶大なのでございやす。では、皆さんと一緒に、主題歌、鉄腕アトムの歌を歌いましょう。僕は無敵だ、鉄腕アトム。良い子のために、戦うぞ。次回のキットは、これだ。